吉さん、今回ね車についてちょっとお話したいと思うんですけどもあの、島田敬助さんの話私も知ってるんですよまあそうだよねって思ってましたで私の場合は若い頃からその格闘技空手をやっていたんでねその時に思ったんですけどもあの、黒帯になると黒帯以下の対戦相手は誰でも選べるんですよでも白帯だと黒帯の人は基本的に相手にしてくれないんですよね まあですんで、す自分と同格かもしくは格下の相手を選ぶしかなくなってくるんですよ。でボクシングの話になるとタイトルマッチに相戦しようと思うとその自分が挑戦しようとする例えばチャンピオンですねチャンピオンのギャラを挑戦者が払うことになるんですよね。まあ、ですんでその額が小さいと受けてくれないし額が大きいと自分が稼いでいかないといけないからトレーニングができないしみたいな感じですごくねなんかその攻め上げがあるなというところなんですよ。 だから、ボクサーになろうと思ってもお金があれば結構無理な試合でも組ましてもらえるし挑戦がいっぱいできるんですよねで。もちろん体を鍛えないといけないのも同じですけどね。で、センター試験です。センター試験でいい点を取ると足切りに合いませんから自分の好きなあ土俵で勝負できるいわゆる大学受験ができるんですよね。でもセンター試験で足切りになっちゃうと本番に挑戦できないんですよ。もう こここは受験しちゃででですすよよっってていうところが決まってくるんですよねでお金もそうですよね。こっから車の話になってきますけども私大学生の時にできた同い年の友人がね二十歳前後にしてそのそれでビジネスの時にはあのセドリックの当時出たばっかりのグランツにグランツ・ウィリソンに乗ってきたんですけども遊びに行く時はあのフィガロっていうね小さなツーシーターの車に乗ってくるんですよ。 それまで私は車はよくて1人に1台と思ってたんで度肝も抜かれましたよねあれ2台も持ってるすげえなあでも確かに金があればできるなと思ったんですよそれぞれの経費が払えれば乗れますよねと駐車場も1台につき1つ用意できれば乗れますよねと保険もまあ1台につき2万円をかける2で払えれば乗れますよねと思ったんですよそれから私は車が1人に1台っていう まあマインドブロックはなくなったんで私も就職してしばらくしてからすぐに車を2台持つ暮らしに入ったんですよそれはまあ通勤用の車とデート用の車って感じで軽と普通車2台ですよねで普通車はだいたい3ナンバーとかになってたんですけども軽自動車は本当に経費が安いんで、えー、楽させてもらいましたけどもねで現在車4台持ってるんですよねでもだってね 家族のことを考えたらベルファイアじゃないですか。でも自分の趣味で乗りたい車はセルシオなんですよ。で、さらに趣味を極めた飾っておきたい車はナイト2000なんですよ。そう考えていくと、ナイト2000を買っちゃうと子供も乗せられないし、緑に乗ることもできないしって感じで自分の暮らしに制限がかかる。で、セルシオにすると、まあ、荷物が乗せられないからそういう時に不自由するなと。 思ったりするんですよでベルファイアにすると家族5人6人で旅もできるしすごくいいんですけどもその代わり自分の車を乗る楽しみっていうのはちょっと半減するということを考えるとどう考えてもこれ複数台持つしかないなっていう発想になって複数台持ててるるる経済力があるから全部いけるってことなんですすよそれぞれぞに駐車場がいりますけどもねでも家の支払いももう一括で払ってるんで終わってまあランニングコストといってもね今は。 車と子供にかかってるぐらいなもんですからね。まあそれにしても結構な金額だと思いますけども。で、時間が十分あるってことも大事です。車が一台やっても二台やっても三台でも四台やっても,4台やっても通勤に使うのが唯一車の使う瞬間だよってことになると、さすがにもったいないですよね。でも一日中時間があったら、午前中はあベルファイアー乗って、午後からはセルシオに乗って、夕方はあナイト二千をこう 洗車してみたいな感じで全部の車を同時に楽しむことができるんですよねで人生ってのは有限ですから2年に1回車を買い替えたとしてね40年で20台しか乗れないんですよで私は生涯に20台以上の車をもう乗ってきたのは複数台いつも所有してるってことなんですよねきっともちろんお金は必要ですけどもどうせね死んだらお金は持っていけないんで生きてるうちに稼いで生きてるうちに使い切るでプライマイゼロで チーンとと行きたいなと思ってるんですよね。私が車に関して言える人生の楽しみ方はこんな感じかなと思いますね。あとね同じ車でミニカーがあるじゃないですかミニカーとかプラレールっていうのは小さな子供が遊ぶ乳幼児期に目にするおもちゃの代表格だと思いますけども大体何かその誕生日とかクリスマスとか記念日にパーツ1個とかセット1個とかまあ費用にして5,000とか1万っていうのをプレゼントすると思うんですけども。 すでに大和ト君にはね30万円分のプラレールとミニカーがあるんですよだからほとんど買い足すもんが今ないんですよねそれを倉庫にしまっておいたのをちょろちょろちょろチョ出していくだけなんですよ、まあ、ですんで大和ト君は通常でしたら数年かかって触れるべきおもちゃにもう2歳にして全部触れてるっていうことになりますね先日ねおもちゃ王国ってところに行ってそこはディスプレイしてあるプラレールと ミニカ、トミカがあるんですけどもそれと同じようなものを私我が家で再現してもう別におもちゃ王国行かなくていいよねみたいになったんですよ。うん、でそれも今でもメルカリで中古でどん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 毎日のように仕入れてますんで今度はねそのおもちゃで、ね、倉庫がいいいっっぱいになってますね今ね今やだからね大和ト君まだそんなに強い意識はないんですけどあれ欲しいこれ欲しい,これ欲しい言わないんですけども多分。 多くのお子さんが欲しがるものは今この瞬間に手に入ってるんでそれもだけ人生先に進んでるような気がするんですよもちろんこれからどうなるかわかりませんけどもでもあの少なくともいろんなおもちゃに触れてそしていろんなおもちゃに飽きるのはみんなより早いだろうなと思いますし友達と出会った時におもちゃの使い方を教えてあげれるのは誰なのかということになるとやっぱりヤマ君がリーダーシップ取っていくんじゃないかなと思うんですよだからいろんな選択肢に触れさせておいていろんな選択肢を使いこなして置かせるっていうことができるのは あのともちろんわがままに育ったりとか乱暴者にならないように別の教育の手間がかかりますけども今思うのはマージャン店の親父がね40から始めて50になる前にこういう風に人生が変わっていけるんだな選択肢が増やせるんだなっていうこの現実なんですよ。あとはこの現実をどう捉えてどう踏襲していくかっていうのは、まあ、それぞれの方に任せるしかないかなと思いながらの即化塾でございました。今日も入塾ありがとうございいますっってらっしゃい